シエラレオネ共和国、通称シエラレオネは、西アフリカの西部、大西洋岸に位置する、共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。北に、ギニア、南東にリベリアと国境を接し、南西は、大西洋に面する。首都は、フリータウン。奴隷制から解放された黒人たちの移住地として1808年に、 イギリスの植民地となり、1961年に独立した。約10年以上続いた内戦と HIV による影響で、現在でも世界で11番画目に平均寿命が短い国風報告の一つとなっている。正式名称は、英語で Republic of Sierra、リパブリック・オブ・シエラレオネ。通称、シエラレオネ、SRLN、L2。日本語の表記は、 シエラレオネ共和国。通称、シエラレオネ。国名は、ポルトガル語で、ライオンの山を意味する、セラレアをスペイン語に翻訳した、シエラレオンから来ている。ライオンの山と名付けられた理由については、現在のフリータウン付近にいた、ポルトガル人が、山の方から、ライオンのように轟く雷鳴が聞こえたため名付けたという、雪や、山から海へ吹き下ろす風が、 ライオンの方向に似ているので、名付けた、など諸説ある。シエラレオネが初めて文献に登場するのは、1447年に、ポルトガルの探検家、アルバロ・フェルナンデスがこの地に停泊した時である。1462年には、ポルトガル人によって、現在のシエラレオネ半島が、獅子の山と名付けられ、これがやがてこの地域全体を指す言葉となった。 16世紀から19世紀前半にかけて、この地域ではたびたび奴隷狩りが行われ、欧米の拠点としては、イギリスの小規模な城塞が海岸部に点在する程度であった。18世紀後半に入ると、イギリスでは奴隷配信運動が盛んになり、運動の指導者の一人であるグランビル・シャープは、アフリカに解放された奴隷の定住地を作ることを計画。 白羽の矢が建てられたのが、シエラレオネ半島であった。1787年、彼は、最初の移住者をシエラレオネに送り出し、手ネ人の王の一人、トム王とその進化の主張たちは、シエラレオネ半島北岸の細長い土地を、ジョン・テーラー船長に売却し活用した、半島北岸にある、フォーラーベイ付近にグランビルタウンとして入植した。 しかし、有効的ではなかった、テムネジンのトム王の後継者のジミー王による攻撃や、マラリアなどの病気により、多くの入植者が死に失敗した。1791年には、グランビル・シャープの後継者として、奴隷貿易廃止促進協会のメンバーでもある、アレクサンダー・ファルコンブリッジの指導の下入植失敗した、グランビルタウンは、クラインタウンと改名し、 再建設されるが、これも結局成功しなかった。1792年に入植失敗した、クラインタウンの土地の後は、フリータウンと名付けられ、以後解放奴隷たちの拠点となって、再び、植民地としてのシエラレオネは、この時点に始まることとなり、以後イギリスのほかジャマイカ及び他のイギリス領の西インド諸島や、アメリカ独立戦争において、中世派として追われ、 カナダのノバスコシアへと逃れた解放奴隷たちが入植した。しかし、シエラレオネ半島は肥沃ではなく、近隣の部族やフランスの召喚隊からの攻撃なども重なって会社の財政は悪化した。1856年のフリータウン1808年には植民地は王室管理下へと移された。1807年にイギリス議会が 奴隷貿易を違法とする法律を可決すると、1808年に、フリータウンは、イギリスの直轄植民地にされるとともに、奴隷貿易を取り締まる艦隊の基地となった。艦隊によって、自由を得た奴隷たちの多くは、フリータウンへと残留し、植民地は徐々に拡大していった。また、この解放奴隷たちは、フリータウンにて根結し、 クレオールと呼ばれる新しい民族となっていった。植民地は1861年までに地方の主張たちから土地の活譲やいろいろな友好条約を通して領域を拡大し、シエラレオネ半島全域を領域とするようになった。1827年にフリータウンでフォーラーベイ大学が開設され、 クレオールはシエラレオネのみならず他のイギリス植民地においても伝道師や教師として活躍し、19世紀にはこの地域の政治や貿易において中心的な存在になっていった。一方、1880年代よりイギリスは内陸部に勢力を拡大し、1896年には正式に内陸地域がイギリス保護領となった。 シエラレオネ保護領と植民地は、政治的には、明確に区分されていた。1898年には保護領に導入された、小屋税に反対して反乱が起きた。20世紀に入ると、クレオール人の商人は、国外から進出してきた、レバノン人などの外国商人に、立ち打ちができなくなり、活動の場は、フリータウンに限られるようになった。さらに、 植民地の官僚のヨーロッパ人化が進み、クレオール人は政治における主導権の多くを失った。第一次世界大戦後に、クレオール人医師のバンコーレブライトとウォーレス・ジョンソンを指導者としてフリータウンで民族主義運動が始まった。第二次世界大戦後、内陸部の保護領にも選挙権が与えられ、1950年に、 イシミルトンマルガイを党首として保護料の利益を代表するシエラレオネ人民党が結成された。1951年の選挙では、SLPP は、ブライトとジョンソンらのシエラレオネ植民地国民会議を破り、1957年の選挙でも SLPP は大正しマルガイは、シエラレオネ初代首相となり、1960年には、マルガイは、 ロンドンに代表団を派遣して、エリザベス2世とイギリス植民地長官との会談で、シエラレオネの完全独立を認めるよう要求した。1961年4月27日に、イギリスがついにシエラレオネの独立を許可して認めたため、シエラレオネは、イギリスの君主を元首としたイギリス連邦の一員として独立した。 ミルトン・マルガイは引き続いて、シエラ・レオネの独立最初の首相となり、1964年に死亡するまで国民の核部族の融和など安定した国の基盤を築き、首相を務めた。公認として彼の政権下で財務大臣を務めていた弟のアルバート・マルガイが首相を引き継ぐが、兄と違い、彼は汚職や軍隊や政権などに、 自分の出身部族である面で族を中心的に優遇するなど偏った政策をしようとしたためを多くの国民から非難が殺到した。またマルガイは1966年に共和制及び一党制の導入を主張したが、反マルガイ派の野党などから彼の権力集中の独裁化につながると警戒され反発により失敗した。 1967年の国民選挙では、アルバート・マルガイ政権の腐敗した汚職などの批判と反発などから、野党であった全人民会議が、マルガイ政権の与党シエラレオネー人民党に勝利し、第一党となったが、APC の議長であるシアカ・スティーブンスが、首相に就く前に、マルガイ政権の同盟である、マルガイ派の軍の指導者であるデビッド・ランサナ殉承が、無血クーデターを起こし、 スティーブンスは職を追われた。マルガイは選挙結果を却下し、暫定総督を宣言し、軍により戒厳令が敷かれ、軍の管理下に国家改革協議会が置かれたものの、全人民会議の指示派によってカウンタークーデターが起こり、マルガイは国外に逃亡し、1968年にはスティーブンスが政権へと復帰した。しかし、やがて、 スティーブンス政権は独裁化していき、1971年に共和制を導入して大統領に就任した後、1978年にはシエラ・レオネは一等制となった。スティーブンス政権は1985年まで続いた。内戦で破壊された学校、スティーブンスの後任となったジョセフ・サイド・モモ・少将は民主化運動を受け、1990年に 複数政党制を導入するが、1991年には、隣国リベリアのチャールズ・テイラー率いる、リベリア国民愛国戦線の支援を受け、アハメド・フォディ参考率いる統一革命戦線が、武装放棄、内戦が勃発した。1992年には、バレンタイン・ストラッサー率いる軍の下級将校たちが、クーデターを起こし、モモ政権を打倒。その後も政権は、 安定せず、その隙に、ルフは勢力を拡大していった。1996年1月には、ジュリアス・ビオ順将がクーデターを起こし、ストラッサーを追放した。政権を握ったビオは直ちに民政遺憾と、選挙実施を表明し、2月には、大統領選挙が行われて、SLPP のアフマド・テジャンカバーが、大統領に就任するも内戦は収まらず、 1997年には、ジョニー・ポール・コロマがクーデターを起こして、軍事政権を樹立し、ルフとの連立政権となった。しかしこれに、国際社会は、反発。1998年には、西アフリカ諸国経済共同大軍が支エラレオネへ進行、コロマ政権を打倒し、カバーを復権させた。カバー政権は、ルフト再び対立し、ルフは、 国土の3分の2を支配するまで勢力を拡大させた。1999年7月のロメワ兵合意で停戦して秩序の回復に向かい始めるかに見えたものの参考が副大統領に就任して権力を維持した。1999年10月22日、国際連合シエラレオネ派遣団が派遣されたが、2000年5月1日には、 アン・アムゼルの要員500名がルフの人質になるフリータウン制圧事件が発生。5月16日に参考がフリータウンにて市民たちの手により拘束された。5月19日にイギリスはフリータウンとはシエラ・レオネ川の入り江で隔てられたルンギ国際空港へ増援部隊を派遣した。6月 EN オペレーションクックリー。以後、ルフは 急速に弱体化し、2000年11月には政府とルフ間で和平合意が成立し、2002年1月18日に和平とルフの武装解除が成功。3月1日に非常事態宣言が解除され内戦は終結した。2003年にはルフの指導者だった参考がフリータウンの病院で死亡。2006年3月29日には 戦争犯罪などの罪で起訴されていたリベリアのテイラー元大統領が亡命先のナイジェリアで拘束されシエラレオネに移送された。2007年9月17日には大統領選で APC のアーネスト・コロマが与党 SLPP のソロモン・ベレワを破り新大統領に就任。内戦終結以来初の大統領選挙による政権交代が実現した。 2012年11月17日大統領選では、コロマが過半数の票を得て再選された。2014年には、ギニア、リベリア、シエラレオネの3カ国を中心に、エボラ出血熱が大流行し、これらの国で合わせて、約2万8000人以上が感染し、約1万1300人が死亡した。なお、シエラレオネのみでの死者は、約3900人。 この流行は2015年末までに収束した。2018年に大統領選挙が行われ、16人の候補者から、さらにコロマ大統領の後継者の与党前、人民会議のサムラカマラと、野党人民党の党首を務めるジュリアス・ビオの一打ちにより、ビオ候補が当選した。ビオは、軍政下の百九十六年に国家最高評議会議長を務めており、 原種となるのは2回目。就任後、公務員や政府閣僚の規律を引き締めるために、就業状況を抜き打ちでチェックする方針を示したほか、毎月第1土曜日をクリーンデーと定め、全国民に対して午前7時から正午まで、生活環境の清掃を行うように求めた。最高裁判所国家体制は大統領を原子とする、共和制国家である。大統領は、 行政府の長であり、5年に一度選挙で選出される。大統領は閣僚を任命し、統括する。直近の大統領選挙は2012年11月に実施された。立法府は一員制の議会からなり、議席数は124議席である。112議席は大統領選挙と同時に選出され、残りの12議席は大統領によって補充される。 シエラレオネは二大政党制であり、一党制の時期もあったものの、建国以来シエラレオネ人民党と全人民会議がほぼ交互に政権を担当してきた。2007年と2012年の選挙では APC が与党となっていたが、2018年の選挙では SLPP が勝利し政権を脱回した。日本国内にシエラレオネ大使館はなく、 在中華人民共和国大使館が喧滑している。また、シエラレオネにも日本大使館はなく、在ガーナ大使館が在シエラレオネ大使館を喧滑している。シエラレオネの州かつて植民地であった西部地域と、かつて保護領であった東部州、北部州、南部州、北西部州の5つに分けられる。旧保護領の4州は186の主張領を持つ14。 の地区に細分されている。西部地域は地方自治体によって収められている。四州にはそれぞれ知事がおり、州内の行政単位は小さいものから順に、村、広域村、軍区、市長領、地区議会がある。最大都市は、首都フリータウンであり、この他各地の中心地として、コイドゥー、ボウ、ケネマ、マケニがある。 その他の都市シエラレオネの衛星写真シエラレオネの海岸線は首都フリータウンがある。フリータウン半島部以外はマングローブの林に覆われている。海岸平野の内陸には高原地帯が広がっており、国の東部は山間地である。フリータウン半島の近くにあるバナナ島、バンス島、ヨーク島やタートル諸島などの島々もある。国内最高峰は、 東部山間地のビントマニ山、ロママンサ、1948メートルである。植生は南部が森林地帯となっており、北部は徐々にサバナが卓越するようになる。内陸北端部の一部はサバナ気候に属し、5月から12月までは雨季となり、降水量のほとんどがこの時期に降る一方で、11月から4月までは、 サハラ砂漠から涼しく乾燥し砂塵を多く含む貿易風である春末端が吹き込むため寒気となり特に1月から2月にかけては極度の乾燥期となる。降水量は非常に多くフリータウンの降水量は3660ミ、mm、リメートルに達し最も降水量の多い山間部の一部では5800ミ、mm、リメートルの降水量がある。フリータウンの平均気温は 約摂氏27度で年間通じて、ほぼ一定しており、内陸部、海岸部とも、国内ほぼ同じ程度の気温となっている。またシオラレオネは、ナウル共和国と並び、海岸線も含めて、世界で、最も円形な国として知られている。首都フリータウン IMF の統計によると、2017年の、シエラレオネの GDP は36億ドルである。 一人当たりの GDP は488ドルであり、世界平均の5%にも届かない水準にある。自味係数も高い。内戦終了後、経済は順調に回復していたが、2015年にはエボラ出血熱の流行によって、国内経済は大混乱に陥り、GDP 成長率はマイナス21.1%となった。 2016年には再び成長率は4%台に回復している。主産業は工業であり、シエラレオネは1930年にダイヤモンドが発見されて以来、ダイヤモンド採掘を基盤とした輸出国である。シエラレオネ特別企業合同は25年間ダイヤモンドの探査権を独占し、利益の多くを政府に上納していた。しかし、 同時に大部分のダイヤモンドが密輸出されている。南西部が最もダイヤモンドの埋蔵量が多い地域であり、これをめぐって過去に内戦が発生している。内戦終結後、政府は再びダイヤモンド産業の発展に力を入れており、2007年就任したアーネスト・コロマ大統領はダイヤモンド採掘や研磨産業を育てようとしている。ダイヤモンドは シエラレオネ最大の輸出品であり、2015年には、総輸出の30.2%を占めた。ダイヤモンドに次いで重要な輸出品は、チタンの原料である、金鉱石であり、総輸出の18%を占める。さらに輸出品の、第3位が鉄鉱石、第4位が貿易サイトと鉱産品が輸出の大部分を、占め、さらにジルコンや金なども産出する。 防機サイトは1963年以来、シエラ・レオネ鉱石、金属会社により採掘が始められている。チタンを含むルチルの採掘は1967年に始まったが、1971年中止された。しかし1979年に、シエラ・チルズ社が生産を再開した。第一次産業従事者は68.5%を占めており、 農業では自給用として米やキャッサバが栽培され、商品作物としては油やし、落花生、コーヒー、カカオなどが主に栽培されているものの、輸出品としてはカカオが総輸出の3.7%で第5位につける程度で生産は振るわない。漁業はフリータウン半島などで盛んである。フリータウン郊外にあるウェリントン工業団地は1960年に シエラレオネ政府により国内の経済発展の計画の一環として生産を始めるために開発されたエリアであり1960年代から1970年代初頭にかけてこの工業団地はシエラレオネの重要な経済区域の一つであったシエラレオネで有名なビールスタービールを生産するビール会社シエラレオネビールリミテッドは1961年10月に この工業団地にて設立された。東部州の州都、ケネマからカイラフン地区に向かう道路主要な空港は、首都フリータウンから入り江を渡った、ルンギーにある、ルンギ国際空港である。この二つを結ぶのは、数少ないフェリー便のみである。国内線には、ヘースティングズ空港など10カ所ある。農村の女性住民は、主に北部に居住するて、 胸族と南部に居住する、メンデ族が二大民族となっており、この他に、リンバ族、ロッコ族、マリンケ族、マンディン家族、スースー族、バイ族などの民族が存在し、約3%から5%が主に首都フリータウンの、ある、シエラレオネ半島に居住するクリオと呼ばれるクレオールで、ある。クリオ人は主に、イギリスや、北、アメリカやジャマイカなど、 解放奴隷の子孫や現地民族及び白人との根欠などからなっている。このほか少数だが、レバノン人をはじめとするアジア人やヨーロッパ人も都市部に定住している。公用語は英語であり、その他にテムネ語やメンデ語などの各現地部族語、クリオ語と呼ばれる英語を母体にしたクレオール語などが使われる。モスクと教会イスラム教が60%で、 伝統的宗教が30%、キリスト教が10%である。2009年の見積もりでは、イスラム教が71.3%、キリスト教が26.8%で、伝統的宗教が1.9%とされている。シエラレオネでは、名目上では、イスラム教が多く、続いて、伝統的宗教が続き、キリスト教。 の人口は10%と少ない方であるが、シエラレオネでのキリスト教の影響力は強い部分を構成している。キリスト教の布教活動は全国的に行われており、欧米のキリスト教団体や宣教師らが各地で活動している。また同じくイスラム教の布教活動も西部地域を中心に活発に行われている。シエラレオネでは暴力に発展するような 宗教対立は、ほとんど生まれで、アフリカでは珍しく、基本的にイスラム教徒とキリスト教徒は協力し合って、平和的に交流して共存している。イスラム教のモスクのすぐ近くや隣に、キリスト教の教会が立ち並んでいる場合も、珍しくない。セカンダリースクールの教室シエラレオネの教育制度は、7歳から12歳までが、初等教育。 13歳から15歳までが前期中等教育、16歳から18歳までが後期中等教育である。経済の衰退で教育施設は老朽化し、内戦の影響で破壊されているのが目立つ。2018年8月にはジュリアスビオ大統領が初等中等教育の無償化を発表した。主な高等教育機関としては、 フリータウンに1827年にイギリスの教会選教師協会によって設立された西アフリカで最古の高等教育機関であるフォーラーベイ大学が存在する。1876年にイギリスのダラム大学と提携し、1959年にシエラレオネ大学となってイギリス王国から許可を得た。1967年に同大学は ポーラーベイカレッジとモヤンバ・ニンジャラ・カレッジの2校として設立された。中等教育機関は主に1904年に設立されたアルバート・アカデミーや1922年設立のシエラ・レオネで最古のカトリック系の中等教育のセント・エドワーズ中等学校があり、1866年にフランスとイタリアとアイルランドのカトリックの司祭により、 セントエドワーズ小学校が設立されたことによるものである。他に、シエラレオネで最古のカトリック系の女子学校、アニー・オルシュメモリアル学校などもある。2018年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は43.2%である。首都のフリータウンはその名が示す通り、イギリスや北、アメリカ、ジャマイカから移住してきた。 解放奴隷が建設した町であるため、クレオール文化的混合を色濃く残す。内陸地方の現地部族は、現地の伝統文化を守って暮らしている。フリータウンにある、セント・ジョンズ・マルーン教会は1820年に、ジャマイカ系の解放奴隷マルーンの入植者たちが、築き上げたシエラレオネ最コのプロテスタント系の、教会であり、1947年6月1日の、 記念碑と異物条例で1956年に国会遺産に指定されている。また2007年にセントジョーンズマルーン協会の創立200周年が祝われた。政府日本政府観光その他、ありがとうございます。